はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はニューヨークヤンキースについて話していきますが、シーズン開幕前は結構期待されていたヤンキース、MLB.com のパワーランキングなどでもかなり高く評価されていた印象がありますが、ここまで33勝32敗でAL東地区4位、レッドソックスが予想以上に健闘しているというのも影響して東地区の争いがかなり激しいものになっていますが、今のところヤンキースはやや遅れを取っているという状況です。今季のヤンキースは打線に誤算が多く、左打者有利な本拠地でプレーしながら左打者が全く働いていなかったりと、攻撃陣が足を引っ張っている印象ですが、先発陣は MLB でも上位レベルですよね。先発防御率は 3.87、 コールとモンゴメリがローテを牽引していますね。まあコールは粘着物質の件もあってか、全体的に回転数が少し落ちてきたので、今後パフォーマンスがどうなっていくかは何とも言えませんが、少しではあるので一気に崩れることはないはず。一方でこの先発陣も明るい話題ばかりではなく、特に今季の新戦力、先日ノーヒッターを達成したコーリー・クルーバーはそのノーヒッター直後に肩を痛めてしまって、最低でも2ヶ月の離脱がすでに決まっている状況ですし、またパイレーツからトレードで獲得したジェームソン・タイオンはブランクとかもあるのかもしれませんが、ここまで12先発で防御率 5.74 と全くの期待外れとなっています。先発陣は全体的にはうまくいっているけど、細かく見るとくっきりと明暗が分かれている状況と言えますかね。ヤンキースはチームの作りからして今季もコンテンダーですので、地区優勝を昨年はディビジョンシリーズで敗退してしまいましたが、ポストシーズンを勝ち抜くことも視野に入れているはずですが、このローテのままだとちょっとこの後の戦い、特にレベルの高い東地区だと厳しいのかなという印象です。なのでそんなチームで待たれるのがルイス・セベリーノの復帰ですよね。セベリーノは特に2017年と2018年の2シーズン、2017年は14勝防御率 2.98、 18年は19勝防御率 3.39 とフロントラインスターターとしてフル稼働して、この2年間でウィンザボブリプレイスメントを合計 9.5 稼ぎ出し、またいずれの年もオールスターに選出されていますので、ヤンキースの若きエースと言ってもいい存在の選手でしょう。チームとしてもこれからもエースクラスとして引っ張ってくれるであろうと考え、セベリーノはスーパー2でしたので年俸調停の資格が通常の3年ではなく4年ありましたが、18年のオフにその年俸調停の4年分を買い取る形で4年総額4000万ドルの契約延長を結びました。ただ契約延長後はずっと怪我に苦しんでいまして、2020年2月にトミジョン手術を受けたため昨年は全休、今季もそのリハビリで開幕からここまで離脱していました。ずっと怪我に悩まされてきましたが、幸い長かったリハビリもようやく終わりが見え、順調にいけば夏場7月ぐらいに復帰できそうな見込みも立っていました。トミージョン手術明けではありますので、いきなり2017年や2018年のような活躍ができるかは微妙かもしれませんが、とはいえセベリーノの本来の力を考えると、下手にトレードで適当な先発投手を連れてくるよりもセベリーノの復帰はチームに大きなプラスをもたらすはずでした。そう、はずでした。セベリーノはマイナーでのリハビリ登板にこぎつけたんですが、2回目のマイナーでのリハビリ登板となった6月12日の登板で2回途中に投球中に怪我をしてしまいまして、負傷降板することとなってしまいました。怪我をするまでは割と順調だったようで、スピードも99マイルぐらい出ていた中での怪我、下半身を痛めてしまったようで、セベリーノ自身相当痛みがあったのか動けなくなってしまいまして、最終的にはスタッフの力を借りてグラウンドを後にするという形になってしまいました。その後チームから右足付け根の怪我と発表があり、現地時間6月13日に MRI、 翌6月14日にさらに詳しい検査を行ったようで、怪我がどの程度深刻なものかはまだ明らかになっていませんが、少なくともチームがこれだけ慎重に検査を行っている状況を踏まえますと、決して症状は軽くはない、当初予定されていた7月に復帰できるような状況ではないのかなと勝手に想像しています。もちろん結果として大したことなかったとなるのが一番ですが、ちょっと楽観視できなさそうですね。いや、せっかくトミージョン手術からの長いリハビリを終えてマウンドに戻ってきた直後にこうなってしまったのは本当に残念ですよね。仮にセベリーノの復帰が今回の怪我で当初の予定から遅れて、例えば8月、9月、あるいは最悪今季も投げられないとなってしまった場合、18年オフに結んだ4年契約のうち、ほぼ3年間が怪我で失われてしまったということになってしまいます。昨年トミージョン手術を受けたことはすでにご説明した通りですが、19年は春先の肩の怪我が思いのほか長引いて、結局3試合12イニングしか投げていませんし、昨年は当然ながらトミージョン手術で全休、そして今季もトミージョン手術からのリハビリ、さらには今回の怪我でシーズンの大部分を棒に振ってしまうと。
ヤンキースとしては契約当時エースとしてこのまま活躍し、年俸調停で年俸が高騰することを見越してあの額で年俸調停分を買い取ったわけですが、今のところは怪我のリハビリにその年俸分を払うことになってしまっていますね。リハビリをしている間もセベリーノの年俸は順調に上がっていまして、19年は450万ドルだった年俸は今季1075万ドル、そして来季はこの額がさらに上がって1150万ドル、もはや安くはなく、むしろ丸3年間ほとんど投げることができていない選手に1150万ドルは高いぐらいですので、全くもってヤンキースの思い通りにはなりませんでした。一見してセベリーノの4年間をあのくらいの額で買い取ったのは契約当時悪くないようにも見えましたが、結果はこれですので、選手の未来を予想するのは難しいことがセベリーノの例からもよくわかりますね。ただセベリーノが予定通り戻れない、計算できないとなると、後半戦ポストシーズンを見据えた場合、ヤンキースにとって間違いなく痛手でしょう。ヘルマン・モンゴメリーはポストシーズンの経験が全くない、あるいはほとんどなく、クルーバーは健康面の不安が露呈してしまいましたので、こちらも7月後半に復帰してそこからポストシーズンまでフル回転することはあまり期待しない方が良さそうかと。となると昨年もそうでしたが、ヤンキースは今年もエースのコールに頼らざるを得ないわけですが、これだとポストシーズンを勝ち抜くのはなかなか厳しい気がしてしまいます。もちろんモンゴメリーあたりがシーズンの勢いそのままにポストシーズンでも好投してくれる可能性もあるとは思いますが、ヤンキースがもし今季ポストシーズン勝つつもりなのであれば、できればもう一人ぐらい実績のあるエースクラスの選手は欲しいですよね。だからこれは私の希望というか、ちょっと見てみたいという願望も含まれるんですが、ヤンキースいっそマックス・シャーザーあたりに手出してみません？シャーザーは今季がナショナルズとの7年契約最後の年、今季が36歳のシーズンですが、ここまで13先発で防御率 2.21、 エースとしてのピッチングにはまだまだ期待ができる選手です。19年のナショナルズ世界一を語る上でもシャーザーの存在は欠かせないでしょう。ただそんなナショナルズも今季は NL 東地区4位、最下位と 0.5 ゲーム差と微妙な立ち位置です。もちろんここから巻き返す可能性はゼロではないでしょうし、ナショナルズも現時点でシャーザーをトレードしたいという明確な意思表示はしていませんが、このままであればシャーザーを売りに出す展開は十分あり得ると思っています。半年のレンタルではあるものの、シャーザーぐらいインパクトを与えられる選手となると対価は安くはないはずなので、ヤンキースも相応の見返りを用意する必要はありますが、コールとのダブルエースは短期決戦では打線の弱点をカバーできるくらい威力を発揮してくれるんじゃないでしょうかね。現実問題としてヤンキースは左打ちの野手を優先しそうな気もしますが、中途半端に今弱点となっている打線を押し上げるよりかは、コールという絶対的なエースと同等クラスのピッチャーを連れてきて尖った先発陣で勝ち抜くというのもまた戦略としてありなのかなというところが個人的な意見です。戻ってくるはずだったセベリーノの計算が立たなくなったことである意味生まれた選択肢ではありますが、皆さんはヤンキースはこの後どう動くべきと考えていますか？よければコメント欄で皆さんのご意見もお聞かせください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。